姫路競馬レース展望です。この時間は1月16日火曜日、姫路競馬の展望を行ってまいります。今週から姫路競馬がスタートいたします。どうぞお楽しみください。この時間の解説は日刊スポーツの松本武さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、今年の姫路開催が火曜日からスタートになります。いよいよ姫路ですね。そうですね、まあ、もう毎年ね冬の恒例になりましたけれどもね、うん、まあ今年もまあ8週間と、まあ、そう長くはないですけれどもね、うんうん、まあ重賞もね4つですかね、はい、ありますし、まあ、楽しみなレースがね行われると思いますけれどもね。そうですね、はい、はい、3月7日まで続きますので、どうぞご期待いただきたいと思います。はい、そしてこの姫路競馬の開催期間に期間限定騎乗がございまして、大井競馬の高野正義騎手が3月7日の姫路競馬まで期間限定騎乗で乗るということになります。もう火曜日はもう2クラ騎乗してるんですね。うん、そうですね、うん、まあ園田で言えば大山慎吾ジョッキーとかね、うん、あと平原助手ですかね、はい、坂本厩舎が同期になるようなのでね、うんうん、またこう盛り上げてほしいなと思いますけれどもね。そうですね、はいはい、そして佐々木セレクションが初めての姫路騎乗ということでね。まあそうです ね、ちょっとね3年目ですかね、にしてなりましたけど、まあね楽しみにしてるとは思いますね、うん、はい、はい、さあその姫路開催展望してまいります。1月16日火曜日は全部で12レース行われます。ラインナップご覧ください。開門時間は午前10時、1レースのスタートは10時40分です。この時間はメインの11レース、そして1つ前の10レース、この2つのカード展望してまいります。まずはメインの11レース、食べよう兵庫の畜産物賞 B2 の 1400m 戦、メンバー9頭です。松本さんの印、こちらです。本命は2連勝中9番のクリニエールグラスに打たれました。まあ、前回逃げ切りで4馬身差の勝利でした。はい。まあそうですね、このレース連勝中の馬がね2頭いて、うん、どちらかがおそらく勝つんだろうなというね、うん、まあパッと見という感じですけれどもね、このクリニエルグラスもね、まあ休みを挟みながらですけれどもね、まあ昨年のね特に後半に入ってからだいぶね息っぷりも良くなってきましたしね、うん、こうなんというか自分からこうぐんぐんね進んでいくような推進力がまあなぜ出てきたかなという印象ですよね、うん、はい、まあまあこの特にねここ2、3走の勝ち時計も優秀ですしね、うん、現状まあこの B2 にね昇級になったとしてもね全く問題ないんじゃないかなというところですよね、うん、まあ、今回この栄新テムジンとまあ3キロ差ありますからね、うん、3キロ差あればまあ押し切れるんじゃないかなという感じですね、うん、はい、まあ、姫路は結構外枠がね有利ということもね言われてますからね、はい、そうですね、はい、うん、そのクリニエルグラス本命、対抗が4連勝中4番の栄新テムジンです。今回57キロ強います。はい、まあそうですね、金量自体はねもうすでに克服済みではあるんですけれどもね、はい、まあやはり今回まあ B2 で同じく57キロを背負って同じような競馬ができるかどうか、ただまあこの馬もやはりこうね、あの3コーナー手前あたりからね仕掛けられてからの反応は抜群ですしね、はい、まあ、姫路の直線長いというのもかえってこの馬にはねプラスに出そうですからね、うん、まあ、もちろんこの馬の逆転もあるのかなと思います、うん、はい、そして3番手が1番のハロー中枢です。まあ、こちら姫路コースでも勝利経験があるというですね、はい、そうですね、まあ、前走ね、3ヶ月ぶりですかねの復帰戦というところで、まあ、このね鈴バレットってこのクラスのねトップクラスの強い相手に、うん、まあ、最後までねしぶとく追いすがってという競馬できましたからね、はい、うん、まあ、力はやはりこの B2 でもね十分やれるかなというところなんですが、うん、まあ、今回はやはりね先ほども話しあったように姫路は外が有利なんでね、この内枠を引いて同じような競馬ができるのかどうか、まあ、うまくね外へ持ち出せば当然チャンスはあるんでしょうが、うん、まあ、ちょっと枠の差でね3番手評価にしました、うん、はい、で隣の2番の義勇が4番手評価です、はい、まあ、こちらもね休み明けの前走が思いのほか最後までいい伸びを見せましたね、はい、まあ、ちょっと勝ち馬がうまく乗ったのはあったんですけど、まあ、このまま姫路コース自体も相性はいいのでね、うん、まあ、1004、まあ、ベストはねやはり園田の1002なのかもしれないんですけれども、まあ、姫路も結果出しているので特に気にする必要はないのかなと思います、うん、はい、まあ、この内枠2頭がどう立ち回るかというところも注目ですね、はい、そうですね、はい、で最後の印8番西のウールです、まあ、こちら4走前に B2 2着がある馬です、はい、そうですね、うん、まあ、十分ねこの馬も力は足りると思うんですけれども、ちょっとまあここ2走は後ろ位置取りがね後ろになってしまったかなと、うん、前走はまあ1008でしたしね、まあ、今回1004に戻って、まあ、外枠なんでねある程度また長谷部騎手が乗ってることもあって序盤からねある程度前の位置主張してくるのかなと思うので、うん、まあ、そうするとちょっと面白い一投じゃないかなとは思います、うん、
はい、ということで印5頭入りました。まあ、レースの展開としては、はい、まあ、クリニエルグラスが行くと見ますか。そうですね、まあ、うちのね高野グランサムが本来は逃げ馬なんですけども、うん、ちょっとね、まあ、最近ゲートを制裁書いてるような印象もあるのでね、はい、まあ、そこがどう出るかですよね。まあ、うん、なのでクリニエル、まあ、逃げか2番手あたりで収まって、うん、まあ、エシンテムジンは後位中段あたりで、ね、うん、逆転を狙うという展開じゃないかなと思います。うん、はい、では11レース買い目でまとめます。ここは3連単で9番4番4番9番1、2着折り返して3着に1番2番8番合計6点を挙げていただきました。もうここはもう4番9番2頭ならさいということで、ね、そうですね、はい、はい、ということで挙げていただきました。11レース旅用兵庫の畜産物賞スタート時刻は4時ちょうどです。続いて一つ前の大重競争です。10レースは大使ひまわり特別 A2 と B1 の混合 800m 戦メンバー8頭です。松本さんの印こちらです。本命は5番のディスケガウデーレに打たれました、まあ、姫路のワンターン戦2戦2勝の馬です。うん、そうですね、というところで、まあ、もうワンターンはねこの馬かなり信頼度高いと思いますね。うん、まあ、前走は重賞勝ち馬にね逃げ切られましたけれども、しっかり2着は確保しましたしね、まあ、状態自体もね変わらず来てると思いますから、うん、うん、まあ、ここも、まあ、特にね花にこだわるような競馬はしないかなと思うんですが、まあ、やはり立ち回りそこそこうまい、上手な馬ですからね、うん、うん、まあ、今回はしっかり押し切るんじゃないかなと思います。うん、はい、対抗4番の名将佐藤和です。3走前走打の 820m を勝っています。はい、そうですね、この時のね、まあ、末足というか最後の足がね鮮やかだったんですが、まあ、前走はちょっとやはり800で最内枠引いてね、こうやはり、うん、そこまでこのままやはり大型馬でね器用に立ち回れるタイプではないのでね、ちょっと内枠は厳しかったかなと思います。うん、まあ、今回4枠、まあ、ちょうど真ん中ぐらいですけど、これぐらいならね、まあ、力は出せるんじゃないかなと。うん、まあ、うまくね、まあ、前が止まればこのままの逆転もという感じですけどね。はい、で7番の伊豆城ドリームが3番手評価、まあ、スーパースプリントで活躍している馬ですね。はい、そうですね、ちょっとまあうん、ここ2走は、まあ、絶好調の頃に比べるとまだどうかなという気もするんですけれどもね。うん、ただ、まあ、今回は、まあ、だいぶメンバーも、ね、落ち着いてきたかなという感じはするのでね、そろそろこの馬の、本来の、ね、うん、先行力というのを見せてほしいなと思いますね。はい、で4番手星印が8番のアメリカンベイビー2走前走打の 820m 勝っています。はい、そうですね、まあ、前走はまあ内枠でうまく、ね、前付けできなかったのでね、まあ、もうちょっと失速してしまいましたけど、うん、まあ、今回また、ね、その2走前と同じく大外枠引いたんでね、まあ、すんなりこうですね、やはりこのまま砂をかぶる展開はちょっと良くないので、うん、すんなりいければ面白いかなと思います。はい、で最後が3番ポットヘイロー、園田のワンタン戦で勝利があります。はい、そうですね、まあ、あくまでちょっと抑え評価にはなりますけれどもね、うん、まあ、ね、上位4頭ちょっと強い気もしますけれども、はい、まあ、それ以外と比べるとやはりね、園田で勝ったという経験もありますしね、まあ、出来自体これも決して悪くはないのでね、うまく前が止まればね、まあ、なんとか3着ならという気はするんですけどね。はい、ということで印5頭入りました。まあ、この距離スーパースピード得意な馬たちがね結構揃ったという一戦になりました。はい、10レース最後買い目でまとめます。最後買い目は5番頭から5番のディスケガウデーレ頭で2着に4番と7番で3着に3番4番7番8番を入れていただいて3連単6点を挙げていただきました。10レースの大使ひまわり特別スタート時刻は3時25分です。そして令和6年能登半島地震被災地支援シリーズの実施ということで、第1回から第3回の姫路競馬、こちらが、その支援シリーズということになります。まあ、少しでも、ね、この能登半島の石川の方の、ね、皆さんの、ね、はい、支援になればいいですよね。うん、そうですね、まあ、こちらから兵庫からも、ね、まあ、復興を、ね、支援したいということですからね、うん、まあ、ぜひ投票お願いしますというですね。はい、はい、で募金額も、ね、設置されておりますので、はい、ぜひともご協力をよろしくお願いいたします。はい、ここまでの解説は日刊スポーツの松本剛さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今週から姫路開催がスタートです。どうぞ楽しみください。